なんか漫才できそうですね。なんか宮野先生、大阪人向けですよね。大阪人向けです。大阪だったら多分商売繁盛したと思います。歌わんでいいね。かかってない。それができないで、じゃんじゃここからやって。でしょ？でしょって。ちょっとなんか違う。ん？なんか違う。先生ダメ出しした。何十年経ってる三浦先生ダメ出しした。違う。かっこいいっす。